皆さんまとめにかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は井の頭公園、ここにコロナウイルスが書いてますから、この今のシーズンがわかるかと思いますけども、井の頭公園に桜、今ちょうど満開ちょっと前ぐらいかなと、空を入れて撮ろうということでやってきました。ちょうど水面はキラキラしていて、桜のピンクもいい感じです。ここでも撮ろうかなと思ったんですが、ちょっとフィルターとの兼ね合いで別の場所を探しながら移動したいと思います。ここが一番の撮影スポットといった感じですね。で、ここで、では桜に向けてカメラを構えていこうかなというところですね。今、フィルターをかけない状態で露出プラス補正入ってます。F8 の125分の1秒、感度100といったところです。これはこれでいい感じに出来上がっていると思いますが、ここにソフト系のフィルターと PL フィルターという感じで組み合わせていきたいと思います。今日はまずブラックミストを使おうかなと思います。今ソフト系のフィルターでかなり定番中の定番と言われるのがこのブラックミストですね。ちょっとピントがフィルターに来なかったりしますけども、このブラックミストでひとまずは撮っていこうかなというところです。はい、ブラックミストをかけて撮りました。ブラックミストの有無でだいぶふんわり感が変わるといったことがわかるかと思います。ここでさらに PL フィルターをかけようかなとも思います。こういう天気のいい時は PL フィルターですね。この空に対して聞くだけではなくって水面に対してもこのように反射の効果変わってきますから、今回は反射を引き出したところでも撮ってみようと思います。はい、PL フィルターとブラックミストの組み合わせですね。こちらでは偏光ムラ的な感じになりましたけども、太陽ちょうどこちら側にありますから太陽の内側が多くなってムラになるのが偏光ムラというわけなんですが、これはこれで、これが PL の効果が、青空に対して効いてない位置で撮ったといった状態ですね。構図を変えて下の映り込みが映るようにちょっと構成性を変えて撮ろうと思います。これが PL の映り込み効果を出したもので出てないもの、これ、違いましたね。これとこれですね。はい、PL フィルターなしと PL フィルターを使って映り込み効果を出したものという感じで取り分けてみました。ブラックミストと PL フィルターの組み合わせで、映り込みとふんわり感といったことで効果が出たと思います。